旧統一教会は全国の自治体に寄付金をばらまき潜り込む。沖縄県の観光名所で県民の心の拠りどころでもあった首里城が火災で全焼した。世界平和統一家庭連合では翌2020年、首里城の早い再建を願って白間那覇市長、久高那覇市議会議長を訪問して復興支援金を届けたと内部機関紙で報じた。 この経緯は沖縄メディアの記者には情報提供していたが、報道しない自由を行使した件、内外マスコミは沈黙を貫いていた。旧統一教会の関連団体が主催するイベントに講演していた熊本県はきょう、講演を取り消すと発表しました。 また熊本市など9つの市と町などが取り消しを決定、または取り消す方針です熊本県は、旧統一教会の関連団体が主催するイベント、ピースロード 2022in 熊本について、講演を今日、マスコミやカス野党がこの団体と政治家との関係を危険視する姿勢だ。沖縄県当事者は 再建修理しろには統一教会の寄付も使われたという歴史を残していいと思うか。この寄付は政治家や自治体のように関連団体ではなく宗教法人本体から直接那覇市長が受け取っているから知らなかったは通用しない。霊感商法や反社会的行動が問われている。速やかな返金が妥当だろう。 知知事事選を控えた県行政トップの玉城知事はどうする。実は旧統一教会世界平和統一家庭連合は全国各地の自治体に金をばらまいていたイベントに補助金や講演を出したりしていたほか行政と協力して事業に取り組む団体として登録しているケースも相次ぐ 県や市は旧統一教会と団体の関係を把握するのが難しいと対応に悩む自治体への寄付は教団のイメージアップにつながる集めた金銭をばらまき巧妙に自治体を介して社会にすり込んでいく一般人に本心を見せない三重県四日市市が補助金を支払っていたのは2020年11月に開かれた 市政123周年を記念したファイト・ミエ・県民マ CBC の取材に対し四日市は、現地でも布教活動などが行われていないことを確認していて、問題には当たらないと話しています。その場で宗教活動をして,いるしていないは問題ではなくて、大丈夫な団体なんだというふうに認知されていきますので、市町村が公演してしまうということになると、えー、まあ。 県民市民は安心してしまいますので、とても危険な状態に落ちるなと思いますねなかなかそこまで配慮するような募集要項でもなかったし、募集要項に従った対応を、まあ、現場はしたというところです。まあ、誤解を与えるようなことがあれば、まあ、そればそは非常に例えば、世界平和を願い、全国を自転車で走るイベントピースロードの実行委員会は関連してチャリティーバザーなども開催し、 稼いだ金銭を各自治体に寄付するのだ。ピースロードの拠点は全国に広がり地域に浸透していく。気にならない明るい団体と認識させていく。マスコミやカス野党は旧統一教会問題を取り扱うなら腹を据えてと願う。この団体の日本への変質ぶりが異様だと思うからだ。自民党政治家叩きで目をくらませるな。 宗教を借りたこんな団体はいつでも出てくる。うわっつらの正義や善で批判する事態ではないと考える。お聞きいただき感謝申し上げます。